どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。はい、その前にちょっとお知らせ。昨日2018年6月30日アースガーデンアット代々木公園で1000人ガズレレ開催しました。写真ご覧ください。ドン。どうです皆さん。すっごい暑さです。いろんな意味で暑かったです。もう日本中からもう海外の方まで参加していただきましてですね、千人ガズレレ大成功で終了することができました。皆さん暑い中ね最高でしたけども、疲れたけど楽しかったですね。はい、また会う機会あったらぜひご参加ください。他にもこれからイベントたくさんありますからね、ついてきてください。はい、それでは今日の曲のご紹介です。あの映画タイタニックのあの曲ですよ。ディカプリオさんの出てた映画のタイタニックのあの曲ですよ。 My Heart Will Go On、セリーヌ・ディオンのあの曲でございます。ついこの間セリーヌ・ディオンさん来日公演してたらしいですね。はい、いやこれそれでやってないなと思ったらコード結構シンプルでいけます。これはいけますよ。いつものに2バージョン入れます。最初は初心者の方でもなるべくできるように優しく簡単にゆっくりバージョンやりまして、後半はちょっとリズムアクセントつけてかっこいいバージョン2バージョン入れます。最後までご覧になってください。皆さん自分が大好きな曲をカラオケで歌うのもいいですけどね、楽器を弾きながら歌う弾き語りでやったらね、もうめちゃくちゃ楽しいですよ。でもねウクレレが一番簡単なんですよ。ギターとかピアノは難しいですからね。始めましょう今すぐに。で、上手にやんなくてもいいんですよ。とにかく歌うとかやりたいことそのままやるのが大事だと思いますので、ぜひウクレレ始めてください。どうやったら始められるか、今ご覧になっているこのガズレレ YouTube チャンネルでこの私が親切丁寧に分かりやすくレクチャーしてます。そのページをここにご紹介するんですけど、そのページここのリンクをここに貼るんですけどね、ここのね初心者レッスンのここというところに行ってもらうと数字の 1,2,3,4 って進んでいくと全部 YouTube リンクがかかってて弾けるようになります。ここリンク貼っときます。初心者レッスンここに行ってください。クリックかし。はい、いってらっしゃい。はい、そこにはですね下の方に行きますとですね、今まで私が取りためて500曲以上のウクレレ超簡単レッスン動画が上がっております。すでに500曲以上上がっております。いろんなジャンルの曲を超簡単にやってるんですけど、洋楽もたくさんあります。もちろん J-POP 演歌、アニメソングとかもいろんなジャンルをやってるんですけど、洋楽のまとめたページをここに貼っておきましょう。はい、じゃあ、それもご覧になっていただいてですね、どんどん音楽を始めましょうということで、早速 My Heart Will Go On シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1, 2, 3, 4. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know youGo on. 4 across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, well.My heart will go on and on.
シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。出てくるコード気づきましたか。たった4つですよ。 C と F と Am と G7、うん、驚いた。はい、英語の曲の場合はですね、ノートというよりはですね、この歌詞をプリントアウトしてその上にコードをメモっていくっていう方がまあ分かりやすいかなと思って、一応いつもこういう感じで、あ、いつもではないな、この曲はそうやってやってみました。すごくシンプルな構成ですからね。はい、まず1番のところをメモってください。はい、でテロップと示し合わせてみてほしいんですけど、ちょっと一回ここで一時停止するんで、あのババッと雰囲気をつかんでいただいて、それでね、この一行目あるじゃないですか、ねね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 っていうところを普通に書き出してみるとこうなります。 Every time and morning until you ねね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  go on ってなります。ここのところね、要注意ですよ。忙しくないですからね。1,2,3,4,FFCG7 1個ずつ弾くと収まりが良くなりますから。でテロップではこうやって表記してますから、はい、こういう歌詞の上ではこういう流れ重視でこうやってやってます。はい、じゃあ2番のところ見てください。2番ここまでかな。はい、ここサビはね同じなんですよ。ここの2回目に出てくるサビは、で最後の繰り返しのところだけ歌詞が変わるという感じですね。まあこれより テロップを見て書き出してもらった方がきっと分かると思いますので、ちょっといろいろ試してみてください。出てくるコードはですね、驚くなかれ、コード4つだけです。 C、Am、F、G7、 これ踊るポンポコレと同じコードですよ。考えられますか。まずこれウクレレ初心者の人が覚える入門コード4つで My heart will go on できちゃいます。これはですね、もう今日は解説しよう。 C はここです。1弦の3番目。 F はここと、ここ、こことここをこう2箇所押さえて、イメージは斜めのイメージです。こことこの2本の斜めの C は下1本、F、G7 はこことこことここをこういうふうに押さえて、ここ、こう角度をこうつけるのがポイント。これ G7、 G7 の覚え方はよく見るとここ三角形なんです。三角形。はい、次 Am はここです。ここ1個だけ上1本、この入門コードでできちゃうんですよ。これはびっくりしました、私も。はい、なんで、コード簡単な分歌に気持ちを込めましょう。はいはい、じゃあこれから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、リズムがすなわち変わるんですけど、前半はこう伸ばしてやってて、でサビからこう16ビートというか、ねーファーウェルウェーユーアー、こんな感じでチャを入れた、ジャンジャカチャカチャカジャンジャカチャカチャ、これでやろうと思う。こちらはですね、16ビートなんですけど、あんまり16ビートって意識するに、ジャンジャカチャカチャカジャンジャカチャカチャカっていうイメージ で、やっていった方がいいと思います。まずこのリズムをやりたいときは C を押さえて、この練習しましょう。口で言います。ジャンジャカチャカチャカ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 、これがベースになっています。一応ここにリズムのこと貼っとこうかな。このリンク先はね、ウクレレできるリズムいろいろというところ、16ビートっていうところを見るとこれが弾き方なんですけど、そっちのこのリンク先の16ビートの方が難しいですから、こっちの方が簡単な16ビートですから、ちょっとイメージ先行でやってみるといいと思います。まあそんな感じで、あとはまあ曲に抑揚をつけながら、なるべくこう感情がこもれるように、こう自分を盛り上げるために演奏をね入れていくということで、かっこいいバージョンやってみる。1,2,3。Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on.Wherever you are, I believe that the heart has gone. One
will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime. I'll never let go till we're gone. Love, man, I love you. One, two, time, I hold you. And my life is always going on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart is いいバージョンやってみました。途中リズムがジャンジャカチャカチャカチャ、ここになった時にちょっとリズムが速くなるのを一緒こうエンジンブレーキをかけてこうゆったりこう余裕を持ってできるような感じがいいと思います。ちょっと速くなっちゃいがちなんでね、本当はでももっとスカーなり遅いんですけど、ちょっとウクレレ一本だとねなかなかこのくらいのテンポ感がいいかなと思ってちょっとだけ早めにしてますけれどもね、こういうイメージで、こういうね船の先端にこういうイメージでやるのがいいと思います。はいはい、ガズレレホームページご覧になってください。次の大きなイベントはガズレレ大合唱ツアー7月神戸行きます。あと残席ちょっとだけある、増やしたんですよ。一回ソールドアウトだったんですけど、なんとかちょっと椅子を増やしてですね、増席したんで、あとちょっとだけ神戸席あります。迷ってる人急いでください。お一人様でも大歓迎、私がいますから楽しいですよ。はい、で、今バーッと予定出しておりますけれども、ここに書いてないのも今どんどん増え、12月沖縄も考えています。今いろいろごちゃごちゃ動めいています。で、8月12日っていうのはこの今のガズレーダー合唱ツアーの横浜バージョンなんですけど、午前中にダブル出版パーティーします。ダブルっていうのは、一つ私が書いてる、本で主婦の友社様から出る本があるんです。すごくいいこと言ってる本、音楽と生き方とウクレレと人生についての本を書きました。それ今一生懸命こう最後の作業に入ってるんですけど、それの出版8月1日にその本が出るんですよ。それはですね、いい本ですよ皆さん。ウクレレの教則本ではないです。はい、人生の本ですから、ぜひホームページのところにも予約できるようなことが書いてありますので、リンクここに貼っておこうかな。はい、ここに貼っておきます。はい、で、あともう一個、もう一個の出版はガズレレ歌文ボリューム4が出るんですよ。この皆さん、もちろん皆さんこれ知ってますよね。ガズレレ歌文本ボリューム1ボリューム3まで今出てるんですけど、4が出ます。その日は8月12日、その日自体が4の発売日ですので、先行発売ですからね。そのダブル出版パーティー、トークショーします。トークの相手は主婦の友の、今回の本を、私のブログを元に書いてくださったフリーライターの女性の方とトークセッションしようと思います。これもなかなか面白いトークセッションになると思います。で、それが午前中にあって、午後からは大合唱、イエーイ、ガゼレレ大合唱ツアーですから。ああ、そんな感じで、夏は夏いですよ、今年は。はい、夏は夏い。そんな感じで、もうモリモリのガズレレです。よろしくお願いします。今回はこれで終わりたいと思います。さよなら、バイバイ、またね。さよなら。